はい、どうも、まこなりです。今日なんですけど、ちょっといつもとフォーマットが違うと思います。これですね、いつものフォーマットだと、すごい質はいいんですけど、結構時間かかっちゃうんですよね。そうなると、伝えたいことはたくさんあるのに、結構その、量が作れないということで、一発撮りでやってみたいと思います。でいつもよりもちょっとグダグダに見えるかもしれないんですけども、よろしくお願いします。で今日なんですけども、社外の人も会議は30分以内をルールにしようというテーマで話していきます。で、以前ですね、まずうちの会社、ちょっと変わったルールがありまして、でそれがこちらの画像なんですけど、会議は30分以内っていう張り紙が会議室に入ると、張り紙というよりは、これは何ですかね、小さなメッセージボードみたいな、メッセージカードみたいなのがあるんですけども、これ会議30分以内って書いてるんですね。これ、ポイントは、社内だけじゃなくて、社外の人も含めて30分以内って書かれてるんです。で、これ結構面白い取り組みなんじゃないかなと思って、前ツイートしたら、なんと2000リツイートぐらいいって、インプレッションも73万とか言ったんですけども、結構会議の非生産的なところとか、注目してる方ってすごい多いんだなと思って、今日は話すことにしました。で、これ話そうと思ったきっかけなんですけども、これきっかけは、上場直後の某社長との会議なんですよね。で、とある社長とこう、イベントで会って、で、その人の事業分野でどうしても聞きたいことがあって、すいません、教えてくださいって言って聞きに行ったんですね。で、まあ、上場した会社なんで、すごいしっかりした、オフィスで会議室かなと思ったら、ちょっと申し訳ないんですけども、かなりこう、質素な感じだったんですよね。で、すごい印象に残っているところが、会議は30分以内って大きく書かれていて、これ面白いなと思って、これ社内向けか社外向けか分かんなかったんですけど、それ大きくもう貼ってあるんで、来たこっちとしてはもうめっちゃプレッシャーかかるんですよね。早くこれ終わらせないとやばいな、みたいな。なんで実際30分で終わって帰っていって、まあでも実際内容はすごい濃かったんで良かったんですよね。まあちょっとここ余談なんですけど、すごいこう時間も節約しているかと思えば、なんだろうな、いろんな手間節約している会社で、その会社。喉乾くじゃないですか、その会議中に。で、まずそもそも水置いてないんですよね。そのお茶もらえないんですよ、入っても。で、ちょっとしばらく話してたら、社長が急に立ち上がって、冷蔵庫ガチャって開けて、いろはすをね、取り出して、紙コップにゴボゴボって自分でついで、はい、どうぞ、つって渡すみたいな。いや、すごいなんか、なんだ、サバイバル感ある、ストイックな会社で、すごいいいな、って好感持ってたのを覚えてます。まあ、ちょっと余談だったんですけども、で、ここからは会議を短くするコツをお話ししていきます。まず一つ目。磨き上げたアジェンダを作ると。これアジェンダがね、もうすべてなんですよね。もう見たら一発で、あ、もうこれでいいねって納得できるような内容のアジェンダをいかにこうリーダーとか準備する人が作っておくか。もうこれがむちゃくちゃ大事で、で、多くの人はなんとなくこのタイムラインだけ作ってそれで終わっちゃってるんですよね。これ非常にこう、非生産的。いかにこう準備しておくかで決まります。で、次は、資料を読み上げない。これ読み上げる会社すごい多いですよね。あらかじめこう、プリントアウトした資料を上からダーッと読んでいって、ここまでいいですかみたいな。別にね、声に出して読まなくても、目で見ればわかるんで、別に読まなくていいんですよね。で、もし資料を理解してほしいんであれば、はい、今から1分で読んでくださいって言って、やるのが一番効率的ですね。うちの会社は全部そうやってます。で、事前に読んでくださいっていうのもあんまり良くないかなって思っていて、で、理由は読まないんですよ、多くの人が多忙すぎて。自分のミッションあるんでね。なんで、アジェンダ作ったら、まあ読んでくれればなお良いんですけど、最初に見る時間作る方がいいかなって、個人的には思ってますね。で、次、論点を常に明確にすること。話してると結構点々としちゃって、今何の話してるか分かんなくなるんですよね。これリーダーとかファシリテーションする人が、ちゃんとこう論点を整理しておくってことが、論点をこう明確にしながら、全体の議論を、導いていくってことがすごい大事です。で、次、最小人数で開催すること。これ人数も10人とかでやってる会議あるらしいんですけど、むちゃくちゃ効率悪いというか、ほぼ意味ないんですよね。ただ座ってるだけですね。
大体何でしたっけ、アマゾンのジェフ・ベゾスもピザ1枚を分け合えるぐらいのメンバーでやるのがいいみたいなこと言ってるんですけども、大体ね6人超えてくるともうきついというか、ほとんど喋んないで終わる人がいるんで意味ないんですよね。うちの会社だともう一言も喋んない人がいたらその人も次から参加しなくていいっていう、そのぐらいの気持ちでやっていて、まあその参加させた方も責任があるね、しない方が必ずしも悪いわけじゃないんですけども、とにかく人数がね少ない方が良いです。でそして最後ですね、会議は30分以内って決めておくと、決めておくとみんな急いで話して議論を早く進んですごいいいです。で社外の人もねこれ適用すると急いでくれるんですごいいいですね。なんでしょうね、特にこうあんまり生産的な概念が、生産性の概念がないような人が来るとぐだぐだずっと喋って1時間来たから申し訳ないから30分以上というか1時間ぐらい話さないと申し訳ないと思って無駄話する人いるんですけど、本当時間奪ってるだけなんでね、だったら最初が30分以内って言ってあげて、まあ、そうしたらその人もあじゃあ帰んなきゃと思ってくれるんで、お互い幸せですよね、生産的になると。ってことで、まあ、最後言いたいことはあるんですけど、それが会議はね、そもそもしない方がいいと。会議はね、なければないほどいいわけですよ。で、一番理想は、もうリーダーがもう徹底的にどういう方針でいくのかとか、どういう方向性でいくのか、戦略をこう考えておいて、もう見た瞬間にね、あ、もうこれでいこうと思わせるような準備をしておく。もうこれが一番ですね。で、その上で、意見もっとあれば教えてくださいと言って、もうどっとブラッシュアップすると。なんでこうリーダーがいかに準備しておくかで会議の生産性のもう9割ぐらい決まるかなと思ってます。ということで今回のまとめです。で会議のコツは磨き上げたアジェンダを作る、資料を読み上げない、論点を明確にする、最小人数で開催する、会議は30分以内で社外も含むで、リーダーが徹底的に考え抜いておくというのが今日のお話でした。はい、というところで、今日は以上になります。チャンネル登録と Twitter フォローしてくれない、まだの方はぜひよろしくお願いします。ではまた。